ということで、本日はですね、朝から昼過ぎぐらいまでお仕事があって、そうリハーサルとかなんやらこうたらいろいろあって、でその後、そうずっと行きたかったサウナにできました。ということで、もうあの顔がテッカテッカ、あの保湿しまくりで今テッカテッカなんですけど、そう舞台気にせん以来のサウナに行ってまいりまして、今日は4セットしてきました。気持ちよかった、本当に。今日しかも雨降ってて寒くて体冷え切った状態で行ったので、一人で行ってきたなって、一人で行ってきた、そうソロサカツです。そう顔がテッカテッカしてるって、そうでしょ、テッカテッカさせてるの、うん、ワンセット何分って、別に決めてはなかったけど、今日行ったとこが暑くてね、100度超えてたとこで、サウナがで、なんか美味しさ、もともと行こうと思ってた場所、なんか調べて、めっちゃ調べて行ったのにさ、めっちゃ調べてんね、ホームページも見てめっちゃ調べて、口コミとかホームページとかも見てしっかり検索してたのに、いざこうツイッターってなったら男性専用ってなってて、えみたいな。でもホームページ見てもそこの店舗に女性専用サウナと男性専用サウナどっちもあるみたいななってて、あれみたいな、何これ。そうだから本当に行きたかったとこは行けなかったんですけど、ただその近くにちょうどあって、女性あのホテルとかにさついてるとこなんだけどホテルとかについてて、で何泊まってなくても入れますよ、お金払ったらみたいなとこがあって、あここでええわと思って行ってきたんですけど、そう女性専用サウナ少なくない、なんかちょっとやけどっぽくない、大丈夫、顔赤いけどって、顔赤いでしょ、もしここ赤いのよここだけね、あの一生赤いんです、気にしないで、あの年がら年中こことね、ここ赤いんだ、大丈夫よ。そう別フロアだったりしないって、しないの、男性専用って書いてんのよ一瞬なんか中に券売機みたいなのあって、あそこに女性専用みたいなのあんのかなとか思ったけど、なんか明らか、いやこれ違う、ないなってなって、でそれなんか同じようなやつがもう一個裏側にあって、あその反対側の方が女性専用なんかなって思ったけど、で行ったら行ったで男性専用って書いてて、なんで？でも確かに大西前もそこの道通った時に、あサウナある、あでも男性専用やって思ってたのよ。曜日で変わるんじゃない？そんな書いてないのよホームページには。もう男性スパ
女性スパみたいな、なんていうの、なんかそのスパっていうかなんか書いてあって、そう、この悲しかった。男性専用サウナなんか多くない？調べたら。女性専用サウナで調べてもなんかあんま出てこなかったのよ。もっと増やしてん。店員さんに聞いたって。いやもうね、あの入れるあれじゃなかったのよ、なんか雰囲気的に。あの扉あって、扉が透明で中見えてたのよ。で券売機あって、階段登った上に店員さんがあのなんかあの枠の中にいらっしゃってみたいな。もうそのフロントみたいなところにいるの全員男性で 3,4 人ぐらい。この枠の中に入ってる店員さんも男性でみたいな。でのれんにでっかく男性専用って書いてるからさ、いやこれ入れへんわって思って、聞きに行こうとも思ってんけど、あこれちょっと入れへん、やめとこうと思って、いけなかった。あの女性専用っていうのは何やったんやろうか、すごい悲しかったの今日。そうでもまあ行けてよかった。ちょっとこれ飲むわ。でもほんと少なくない？今日調べて思った、男性女性のサウナないねあんまり。いただきます。うん、あるっちゃあるんだけど少ない。なんかうん、整ったって、整った、なんかそんながっつりはやんなかったんですけど、軽く整うぐらいで。でもそう、行ったところがサウナ100度超えてて、100もしメモリー見たとき103度104度ぐらいでなんかあんのよ、温度計みたいな。わりかしあっちかって。でそこの水風呂もめっちゃ冷たい、 13.3 みたいな、冷たくて、もうこれはマジでなんかがっつり整いに行くようななんかそうやつなんやなと思って、うん、そう高低差すごすぎて、そうだから水風呂とかもまあちょっと入ったけど、なんかシャワーが個室になってて、西が行ったところは、だからそこでいい感じの水のシャワーを、あの天井から出てくるやつで、それをこうやって浴びてた。はあ気持ちいい、楽しかった。すごい気持ちよかった。見て、うん、なんか一生っていうかさ、これマジで2日間ぐらい入れんなって思うぐらい、なんかそういうとこあるじゃん、なんか温泉施設みたいな感じでさ、サウナもあってみたいな、でなんかこうゴロゴロできる場所もあって、漫画とかもあってみたいな、そういうとこたまにあるじゃん。なんか2日間ぐらいゴロゴロしてたいなって思う。うん。あばらの痛みは治ったって。治った。ありがとう、心配してくれて。なんかちょっとかすかに感じはすんねんけど、でも昨日より全然痛くない。ありがとう。そうでもなんか
筋痛めたんちゃうかなみたいなファンの方が多かったので、多分ちょっと筋がおかしくなってたのかな。そうよかった、昨日呼吸すんのひえってなってたから、よかった、寝てたら治ってた、ありがとうございます。明日はめっちゃ寒いらしいって。今日も寒かったよ本当に。あの冬に雨降んないでほしいって思っちゃった今日。いや雨の存在もすごく大事なのは重々理解はしてんねんけどさ、マジで冬にちょっとあの雨は本当にやめてほしい。本当に寒かった今日。うん、明日一桁みたいで、やめて。本当にさ、まだ今日ねお昼ぐらいから晴れて雨止んだけど、雨止んだからよかったけど、本当にやめてほしいね。クリスマス寒波寒いよ、だってまだまだ寒くなるんでしょ。なっちゃんはホワイトクリスマス来るかって、なんか懐かしいね、ホワイトクリスマスっていう単語がなんか懐かしい。久しぶりにその単語を聞いた気がする。ロマンチックだな、ホワイトクリスマスだってロマンチックだな。ロマンチックだな。いいね。みんなクリスマス何するの？みんなクリスマス何するの？お西はお話し会して。そのお話し会はじゃあ一回なしにして。お話し会はなしにしよう。あの私もお話し会なんですよ。お話し会以外で何する？そうなのに、もしは24、25どっちもさお話し会だからさ、そうどっかプライベートで遊びに行くみたいなことはないんだけど、それ以外でよ、それ以外でね。違う、なんか帰った時とかになんかするみたいな。そうケーキ食べたりとかチキン食べたりとかする。24は一緒にいる人がって、それはどっち？24は一緒にいる人がいるんだよねかいないんだよねで話は変わってくるぞ。その点点点の後のあれで変わってくるぞ。うわ色、あーあーあああああああ皆さん聞きました？皆さん聞きましたか？まあ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 そうよね、そうよね。幸せが一番や。だね。
落ち着け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 、うん、イルミネーションとか行くの？一緒にケーキ食べるの？大西もケーキ買おうかな。ケーキ絶対一人で食べられへんねんな、買っても。サンタさん来るかな。サンタさん来るかな。今年もう来なくなってから来なくなってから14年、もう14年間が来ておりません。サンタさん、お疲れ様でした。意外と長いわね。私は小学校5年生の時から来なくなっちゃったので、そう、久しぶりに来た、多分サンタさんも恩師に会いたいと思ってるよね。ね、そろそろ多分会いたいと思ってる。うん、サンタさんお忙しくだから。でもサンタさん120人いるんでしょ。あ、お風呂沸いたわ。120人公式のサンタさんがいるんですよ。こんにちは。この間の渋パラで学んだよ。え、そうなの。そう、公式のサンタさんが120人いるんだって。お手紙くれるんだって。フィンランドやったっけ、フィンランドにお手紙がどうたらなんたらってなんか書いてくれてた気がする。ただサンタさん、サンタさん協会みたいなのはグリーンランドにあるって言ってた。うん。そう。公式のサンタさん日本にもいるみたいやって。え？日本にもいるの？そのサンタさんになるにはどうしたらいいんやろうね、その公式のサンタさん。試験あるでやって。え？マジで？オーディションあるんだ。テレビでやってたよって。あ、そうなんや。やっぱ運転免許いんのかな。いらない。あ、何、サンタクロースにふさわしい体型であること。
背景もあれなんだ。見た目大事かもね。そっか、何キロまでなればいいんだろう。100超えないとダメなのかな。80、90。サンタになりたいのって、サンタさんなりたい。空飛んでみたい。これ最近思うねんけどさ、ママ本物やんな。これ本物ママ。このママって本物なんかな。ね、アップデートしてからさ、分からへんのよ。ビギナーってついてて、あのさ、アバターがさ普通のやつになってるからさ。え、そう、これ本物のママか分からへんね。最近ママですよって、あ、ほんまに？マジアプリ一回消してしもたから。あ、そうなん？アカウント変えたのか。じゃあ分からんかったんや、あの元々の。あの何あれが、同じアカウントで入れなかったんだ。なるほどね。あ、携帯の容量がなくて。あ、本物っぽいな。そう、ビギナーって書いてるし、アバターも違うし、なりすましかなと思ってたけど、ママっぽい。なるほどね。多分ママだ。ヤホー。ちょっと本物やったら LINE して。あ、ちょっと大丈夫です、フルネーム言わなくて大丈夫です。母やめてください。母やめてください。ちょっと大丈夫ですよ。いいですよ、個人情報ですよ。もうまあ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 バレてんねんけどさ。でもまあ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 ね、改めて言わんでええよ。ちょっと髪の毛ちょっとこれでやってたか。あ、なんか今新着メッセージがありますって来たから、多分ママや、母でした多分。そう、あのこれ開いてないと多分わ、美味しい見れないんだ。そう、でも多分母だわ、母でした。 LINE したら出て、 LINE 来た、ありがとう、新着メッセージがありますって来た。本物でよかったです。くしゃみです。そこまでして怪しむかって。いや、そう、なんでアバター、ビギナーやしアバターやしってずっと思ってた。そういうことなのか。ママって呼んでるの、母って呼んでるの、ママって呼んでます、母、ママ。
指かわいいなって。逆なんかさ、お母さんになるタイミングあんまなくない？私の人生ではね、お母さんになるタイミングがなかったのよね。うん、なんか私にお兄ちゃんいんねんけど、お兄ちゃんはママのことをお母さんって呼んで、パパのことはパパって呼んでたんですよ。そう、でもなんかそれは学校とかでママって呼んでるのがちょっと恥ずかしいからお母さんに変えたけど、パパに急にお父さんって変えるのは恥ずかしくて、パパはパパのまんまみたいなってなんか多分言ってて、だからお兄ちゃんはお母さん、パパって呼んでて、で大西はそう、そういうタイミングきっかけがなかったからずっとママとパパのまんまで、ちっちゃい時幼稚園とかさ、その前の段階ってさ、だいたいママとパパって呼んでない？そう、もしさ、ちっちゃい時にさ、ママとパパやったらさ、いつからお父さん、お母さんに変わるの？タイミングって。うん。気まずくない？ちょっと。急にささらっと呼び方を変えんのかさ、急に学校から帰ってきてお母さんになんのか、今日からお母さんって呼ぶわってこうカミングアウトしてから呼ぶのか、どっちなん？なんかどっちもちょっと恥ずかしくない？なんかこの呼ぶ側からしたらさ、大西はその変えるっていう頭がなかったからあんまそういう考えはなかったけど、今までね、変える人はなんかどうやって変えたんやろうと思って、自分が親になったら変えたらいいんじゃないって。自分が親になったら、私が子供を産んで親になったらってこと？どういうこと？どういうこと？でもさ、ご夫婦とかでもさいるじゃん、旦那さんのことをパパとかお父さんとか呼んで。大西のおじいちゃんおばあちゃんそうやった、お父さんあんたっておばあちゃん言ってた。あれはいつから変わんねやろ、あれはやっぱ子供ができてからなんかな、お父さんあんたそれそんなことしてんっておばあちゃん言ってた。子供ができると変わるよねって、やっぱそうなんや。うん、子供の前ではそう呼ぶよねって。あ、でも確かにそうかもね。子供にはママって呼んでほしいって。ママはパパのことで名前で呼んでたって言って、そう、ママはパパのことをあの名前で呼んでた、名前っていうかあだ名、あだ名っていうかなんちゃらくんって呼んでたよね。そう、でも
あの私に話す時はパパって呼んでる時も多かった。でもただその夫婦間で話す時はお互い名前で呼んでた。うん、何しもそれがいい？何がいいんだろうね何がいいんだろう。うちもそんな感じってやっぱそう思うかね。みんな下の名前で呼ばれたいって、あ、ママとかじゃなくてってこと？まあ結婚したら名字一緒になるもんね。まあ、一緒になるならない場合もあるけれども、大体一緒になるもんね。旦那さんからママって呼ばれるのどうって、どうどうって聞き方ちょっと面白いね。もう体験したかのような、どうなんだろうね、どうなんやろ。逆にさ、例えばもともと名前で呼び合ってたとするじゃない、で結婚して子供が生まれてママパパ呼びになるとするじゃない、ここご夫婦がね、お互いに。なんかその時はさ、わりかしなんか自然にさいけそうじゃない。でもそっからさ、その名前でさ呼び合うのが慣れてしまったらさ、逆に名前でさ呼び合う方がさなんか難しくなりそうじゃない。それこそなんかこっぱずかしくなりそう。知らんけど知らんけどな。うん、子供にはどう呼ばれたいよって、なんて呼ばれたんやろうね。ママ、お母さん、名前も最近あるよね。お母さんのことを名前で呼ぶ子とかもいるよね。なんだろうね、別に何でもいい。マミーとかじゃなければいいかもしれないちょっとマミーはあの私英語が苦手なものなので、ちょっとマミーって呼ばれるとちょっとあの反応できない可能性があるから、マミーみたいなのはちょっと嫌だけどそれ以外ならいいかもしれないでもいるよね、マミーって呼んでる人たまに。おらん？もしいた気する。あとお母様、お母様やったっけ、父上、母上って呼んでる子もいた、同級生に。ちょっと母上もちょっとあれかな。まあまあでも母上はまだいいかも。ま、マミーじゃなければいいかも。あ、マミー呼びなんだけどって、ごめん違う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 よ、別に素敵なの、可愛い、素敵なんだけど、おんしが英語が苦手だから横文字がちょっと苦手なのね。だから私がもし産んだお子様がマミーって呼んできたら、ちょっとあのそれなら母上って呼んでって言うってぐらいの、そう可愛いの、そう可愛いんだけどっていうそう、それなら母上の方が大西はあのな馴染みがあるかもしれないっていうだけのねそう母上、うん、感じかなそう母上いいよねあ、関西ならおかんかい、おかんか、まあ、おかんでもいいけどな、別に何でもええわ
おふくろ、おふくろ、おふくろか。でもさすがにさ、ちっちゃい時からおふくろって呼ばへんやん。幼稚園の子がおふくろって言ってたらちょっとびっくりするやん。あんま、ちょっとまあ珍しいじゃない。なんか高校生ぐらいになってからならいい、その呼び方でも。ただ幼稚園とか小学校低学年とかではちょっとまだお母さんとかあのママとか母上とかでもないからおふくろはちょっとあの年齢重ねてからのがいいかもね。ね、何でもいい一回可愛いの経由してほしい。まあでも幼稚園ぐらいのさ年齢とかならさ、多分可愛いって呼んでくれそうじゃない。あんまーとか呼んでくれそう。お母様は、お子様のご好意で呼んでくれてるならいいんだけれども、それを私が教育、そう教育したって思われちゃう、なんかまあ珍しいじゃない。お母様ってあんまいないじゃない。その尊敬の意を込めてお子様の方からそう呼んでいただけるなら、あ、まあありがてえ話だなっていう感じの感じかな。あ、私からは教えないけどっていう。そうね、私がお母様って呼びなさいっていうことはないけど、ちょっと周りのね、あの方はびっくりしちゃうよね。お姉さんって呼ばせてみるのはどうですか。あ、それだお姉さんって教えようか、子供できたらな。姉さんってお姉さんって難易度高いかな。姉さんダメ、ダメか、ダメか。眠たくなってきた。お風呂入ろうって、お風呂入る。今日2回目のお風呂だ。2回目、今日何度目のお風呂だろう。サーモンだけいっぱい入った。まあちょっとね、締めのお風呂にじゃあ今日入っていきたいと思いますので、そろそろランキングの方読んでいきます。明日も朝から仕事って、 Yes I do。 明日は2つあって、1個目が午前からなので、そう、わりかしちょっと早く、今日ほどは早くないんだけど、わりかし早い。お家でメイクもちょっとささっと済ませていきたい感じのやつなんで、そろそろお風呂入って寝たいと思います。のでランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位リエヴァットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。
そして8位が、ボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がライオマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がよっちゃんゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がきょういさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そしてあ、これタワーだ、あ、1位の方、お、ありがとう。じゃあ読んでいくね、タワー読んでいきます。リエボーアットマーク大西軍さん、リエボーさん、リエボーさん、リエボーさん、タワーありがとうございます、ありがとう、イエイ、ありがとうございます、イエイ。ごめんね、こんな顔テッカテッカ、ありがとうありがとうございます、ありがとう、ありがとう、おめでとうございます言ってんだ。お誕生日会、ハッピーバースデートゥユー、アイラブユー、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました、ね、みんなおめでとうって言ってた。これで誕生日じゃなかったらごめん、勘違いうわ、みんなおめでとうって言ってる、なんだこの愛があるルームはなんだこの素敵なルームは、ありがとう、本当におめでとうございます。皆さんも本当にありがとうございました、ありがとう。ということでですね、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。この後はですね、さよならモーリーさんがございますので、ぜひぜひよかったら見てください、くだせ、よろしくお願いいたします。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい。